日本初のハイパービルディングオフショアタワー。安全装置に魔法師の力が組み込まれた画期的な建築物だ。竣工記念パーティーで俺は桜井みなみという少女を紹介される。四つ葉家と縁深い女性の面影を持つ少女に動揺するみゆき。そこに過激な魔法主義者新人類フロントがパーティーを狙っているという情報が。